かやここから出ていくのか。タルタル可愛いよ。可愛い。え、これうちが着てたのとお揃いじゃない？このごつさ下の服。あ、うつし。え、うつし教官いるやん。パト、パサ、パサパト、パサパト先生。早帰ってくんの、ほんまや。総中切り。あー、はいはいはい。で、赤と青が切り替わんのか。間違えた。なんか飛び出してもうた。え、待って待って待って、何すんの。急に罰押してもうて飛び出しちゃったんだけど。一個出せ。これどういうことだ。これ切り替わって 何が起きてんの。登録しないといけないんじゃないのこれ。あ、上に戻りたいときはファストトラベルから戻ります。初めから使えるのは読めない。赤と青ってことでしょ。やばい、文字アレルギーなのに。どれどれ、あれ、あ、これ、あ、支給品ボックスや。あ、これって名前あったんだ。しかも読めへんし。ここ登録できるとこなくない？渡った先ない。空中でスタミナを消費し、両中とともに突進する技、攻撃がヒットするとヒットブインのエキスを回収しながら、はい、跳躍して、あ、待って、大パニック。だってこれとかだって操作一緒やん。R2 でした。一旦セットされてんだったらやってみるか。これ下にいないの。いるわ、いるいるいるやん。やべ、切り替えもう忘れた、切り替えもう忘れた。こうか、赤と青で変わってなくね。さっき編集しちゃってた。ジャンプ突進切りってさ、相手の攻撃モーションに合わせてとさ打ち上がるやつじゃないの。一回待って、あれ違う、それ別の突進。あれ、ジャンプ突進は全然違うやつか。空中で回るってなんだ。空中で、いや、これ違くね。自分が出してる技の名前がそもそも分かんない。それだよ。あ、これなの。ちょっと一旦帰りたいんだけど。帰れる？メニューからクリア選ぼう。こういうことか。え、かわいい。このちっちゃ、あ、ここにお供ボードある。っていうことはこの辺にあるんですね。難しいお話になります。うまくできるかドキドキです。私もうまく理解できるかドキドキです。あ、え、入れんじゃん。ちょ、入りたい。入れるようになった。え、すごい。え、ルームサービスとかあんだけど、すごない？うちの部屋より立派なんですが。前からあるよ。え、マイルームってあったの？え、うち自分の家帰ったことないんだけど。ここまで頑張ったから家あげるわみたいな感じかと思った。褒美で。ゲーム要素全然楽しめてなくない？え、逆に自宅戻るといいことあったの？ゲーム楽しい要素。え、友達呼んだりできたんだ。置物飾れる。で、これでここから行けるってことね。おー、え、待って、自宅に飛びます。ただいま。いて、ぶつけた。何万年前の話してんの、ここのルームサービス。え、どこここ。えへへ、ここってなんか物あったんや。今初めて目向けたわ、ここに。うちのさ、視界ってさ、ここの鍛冶屋話しかけて右行くときってこうだから、もうこうだから、もうここ壁だと思ってた。今ここ待って映されても分かんなかったもん。これ、ここはカムラの里のどこでしょうって言われても分かんないレベル。このワンシーンだけ切り取って、ここで話しかけて、よしで、こうだもんな。え、かわいい。不可思議さん、なんだ、ね、何時間待って、30時間ぐらい待ってたぞあいつ。と青にして、ああ、これね。え、しかも強そう、当たりどころによっては。何回でも殴れんじゃん。エキストレンのが強い。あー、確かに、そっか。うん、メジャーなさ、赤と青のさ切り替えってさ、何なの。暴れん坊かどうかみたいな、そういう感じ。ジャンプ突進は絶対使わない。え、ジャンプ突進ってここまでたくさん使ってきたけど、いらないの、もう。
ま恋しくなった時用に青に入れとくわ。じゃあ怪奇領中もいらないから怪奇は入れてもいい。交流じゃない時があるってこと。怪奇領中使ったことないんだよね。じゃ交流がさ覚えた瞬間にさ L2 と丸ってなんか攻撃入ってたんやみたいな。回復エキスを入手する。回転攻撃を繰り出す。え、意味わかんない。ん L なんだっけ。すぐ忘れた。2秒で忘れた。あーこれか。あへえ、緊急回避ってこと。回避とか近づくときに。あ抜刀してくれ。あ武器出さなきゃいけないのまた忘れてた。このゲーム武器出さないといけないんでね。え、これと何が違うの。これとさ、効果やめました。回復する。え、これ結構使うんだ。虫の種類とか効果とか全く理解してない。まあ、確かに虫の種類とか全然。だってこの虫生まれてこの方こいつとしか一緒にいないぐらいの勢いでこいつとばっか一緒にいるけど、だってスタミナが全回復するからだから何みたいな。これから追加される虫たちがスタミナが大事なんだ。まあでも確かに今ただですらこのカブトムシもスタミナなくて飛んでかない時あるからな。今までが初級編的なね。でもこれ難しそうなんだよな。これねいつ回転してんだこれ。うん、くるくるくる。で虫っていつ追加されんの。まだ追加されてない。うち虫って全然見てないんだよな。一生うち死ぬまでこのカブトムシと一緒にいるんだと思い込んでたから。もしかしてだけどなんかあんま心躍るタイプじゃないな。やっぱ姿形って大事だよな。え、じゃあこっから増えてく強い虫ってかっこいい。ちなみにあかっこいいんだ。じゃあいいや。あ、よしよし。ちょっとワンコロが体調悪いみたいなんで親が帰ってくるまで親と引き継ぐまでシフトをイン抜見てます。ほなお疲れ様でした。もしー